にちは。初心の方に知っていただきたい当院の治療の流れとその内容についてご説明させていただきます。この動画では私たち中井歯科医院の特徴、全体の流れと治療の内容、定期検診のご案内、中断時のトラブルについてご説明いたします。丁寧な治療。当院では患者さんに合わせた丁寧な治療を提供しております。歯周病をメインに予防歯科を考えた治療を行っております。丁寧な説明。患者さんお一人お一人の処置内容について院長と歯科衛生士が打ち合わせを行った上で丁寧に分かりやすく説明することを心がけております。また最新の画像装置を用いてお口の中の状態、術前、術後の画像などをお見せしています。痛くない治療。表面麻酔、超極細の麻酔針、コンピューター制御の麻酔器などを使用して極力痛みの少ない治療を心がけております。なお持病のある方にはモニターをつけて診療いたしますのでご安心ください。いつも笑顔で。いつも笑顔で対応し気軽に何でもご相談いただける雰囲気作りを心がけております。 IT 化の導入。当院ではスマホアプリの診察券を導入しており、お支払いや予約日時の確認なども行います。なお一人でも多くの患者さんに治療を受けていただきたいという思いから予約制を導入しております。予約時間はお守りいただくようお願いいたします。10分以上遅れられた場合はお日にちの変更をさせていただくことがございますのでご了承ください。まずご記入いただいた問診票をもとに現在の症状やご希望についてお話を聞かせていただきます。その後レントゲン撮影、お口の中の写真撮影、虫歯の検査、歯周病の検査などを行います。検査の目的は患者さんがご自身の病状を把握していただくため、院長・歯科衛生士が患者さんの口腔内の状態を把握するため、そして検査結果をもとに治療計画を立案するためです。レントゲン撮影では見ただけでは分かりにくい虫歯や親知らずの位置、歯を支えている骨の状態などを確認します。口腔内写真により歯茎の色や状態、虫歯や歯並びなどをご覧いただきながらお口の中の状態をご説明いたします。虫歯検査ではダイアグノデントという装置を用いてレーザー光で審査を行います。虫歯の程度が数値で表示されますのでより正確な診断が可能です。歯周病・歯肉炎の検査では目盛りのついた器具を使って歯と歯茎の境目にある溝の深さ、いわゆる歯周ポケットを測ります。これで歯周病の進行度がわかります。また口が乾きやすい、食事にかかる時間が長くなった、硬いものが食べにくい、薄味がわかりにくいなどの症状のある方は口腔機能検査を行ってお口年齢を確認します。なお痛む、しみるなど
緊急でお困りの症状があれば応急処置を行います。次に口腔内写真、レントゲン写真などをご覧いただきながら治療計画のご説明を行います。その後、患者さんの状態に応じて歯周病の処置や予防のための処置を進めていきます。土台となる歯茎の治療を行うことで長期的に安定した口腔の状態を保つことが可能です。継続して通院していただき、口腔内の環境が清潔になったことが確認できたら、虫歯治療やかぶせ物の治療を始めます。治療完了後はお口の状態に応じて3ヶ月から6ヶ月ごとの定期検診をご提案させていただきます。定期検診では歯磨きのチェックや専門的なお掃除をしていきます。当院では治療終了後が歯やお口にとっての本当の始まりと考えています。治療をした良い歯の状態を維持していくために予防メンテナンスを定期的に受けられることをお勧めします。定期検診を怠るとせっかく受けた治療は無駄に終わることにもなりかねません。痛くなければつい忘れたりしがちですが、痛くないイコール大丈夫では決してありません。ちょっとした異常が大きな問題につながるといったことがないように、ぜひ定期的な予防メンテナンスにお越しください。いつまでも楽しく会話やお食事ができるよう、私たちと一緒に頑張りましょう。歯が痛くなって歯科医院に通い始めたけれど、予約の都合が合わず痛みが引いたため中断した経験はありませんか？中断をそのままにしていると大変なことになります。神経を取ったまま放置すると歯の寿命が縮んでしまうことがあります。またかぶせ物の型取りをした後に中断すると型の作り直しになってしまうことがあります。腫れた歯茎をそのまま放置すると以前よりももっと腫れてしまうこともあります。このようなことが起こらないよう、歯科医師の指示のもと、治療が完了するまで継続して通い続けましょう。歯は口を変え、口は顔を変え、顔の表情は人生を変えます。いつも楽しく食事、楽しく会話ができるよう、お口の悩みを一緒に考え、お口の健康を誠実にサポートしていくこと、そのことが私たち中井歯科スタッフのミッションと考えています。当院での治療やメンテナンス、予防を継続して健康を保っていきましょう。お待ちしてます。